はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸1をお送りします。で、ここからねちょっと話が変わって領域をここから始めていきます。その1本目ですね。で、今回は問題が4問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、領域ね、行きましょう。で、今回、領域直線の問題、まず4問を取り上げてるんですけど、次の動画で円をやって、まあその後連立行ったりとか、まあね、やっていこうと思うんですけど、まず1個目、直線ですね。で、領域なので、まあこの範囲ですよっていうのを図を書かなきゃいけない、答えとしては。で、おそらく学校のテストとかであれば、まあ大体イメージだけど、大体の先生はその回答用紙の方に、まあ X 軸と Y 軸ぐらいは書いてくれてるイメージがあるんですけど、もしなかったら自分で書きます。で、原点0だね。こんな感じで。で、まずすることはですね、これ Y の後に大なりイコールが入ってるんですけど、この大なりイコールを無視して、y イコール x プラス2と、これをまず書きます。この中にで書くときは基本的には x 切片と y 切片の両方、この2つだけ書けば OK です。で、今これ y 切片が2でしょ。だからこう書いて、まあ2とか書いておく。で、これ右上がりなので x 切片はマイナス2になります。ここ通る。で、それを通る直線なので、本当は定規使ってね、ごめんね、ちょっとホワイトボード用の定規持ってないんで。で、こんな感じになります。いいね。全部、例えば1の3とか2の4なんて書かなくて大丈夫です。通る場所2箇所書いてあれば大丈夫なんですが、基本的にはその Y 切片と X 切片を求めてそこを書けば OK と。で、あとポイントなのが、これ、大なりイコール。これ、大なりでもいいんですけど、Y の方に口が開いてる場合、その直線の上が答えになります。で、どういう風に書くかっていうと、これね、失敗しましたね。何を失敗したかっていうと、こう書くんです。イコール入ってるから線にもくっつけます。この線より上の部分が答えですよって。で、ちょっと書き直そうね。ここが2。ちょっと赤の出が悪いな。マイナス2と。で、必ずこれを書いたら、今、イコールが入ってる時は、この境界線の部分も OK なんです。だから、その部分にこうやって線をくっつけていいの。で、ここに一言、ちょっとごめんね、赤が出なかった。境界線を含むと。この一言を必ず書きます。いいかな？だから、これとこれのセットで丸っていう感じになる。これが領域。ね、この部分ですよっていう、そこを表してるからね。じゃあガンガン行きましょう。で、次はこういう形になっていて、さっきと同じように y イコールにまずしないと直線がわからないから、それ変形していきます。で、変形していくと、まずマイナス y で、こっちに両方持ってくるとマイナス 2x、プラス6か。で、マイナス邪魔なので y で、マイナスで処理したから向きが変わります。で、 2xマイナス6と。だからこれの領域を書けばいい。で、入ってる。で、X 軸と、ちょっとごめん、引っかかっちゃった。X 軸、Y 軸。で、原点0ですね。で、今度は、Y 切片がマイナス6だね。まあ、この辺にしとこうか。まあ、後で書き直せばいいか。マイナス6。で、X 切片の方は今回3になります。で、求め方としては、うち書いちゃうか。3ね。ここになる。だから、これをつないだ、この直線が y イコール 2x-6 の直線になると。で、さっき言ったよね、y 切片じゃない、x 切片の求め方なんだけど、x 切片って y が0の時なんだよね。だから、ここに0を代入して、0イコール 2x-6 と。で、これを解いてください。で、今回全部整数になってるんですが、分数になる時もあります。3分の2とか x が。
その時そのまま書いちゃって大丈夫です。その部分3分の2ってね。大事なのは X 切片と Y 切片が書いてあること、それが大事なんでね。で、ここは Y の方が口が閉じてるね、小内になってる。だからその時は直線の下になります。こういう直線だとしても下です。だから下の部分に斜線書くんですけど、イコールが入ってないので境界線含みません。だからこの境界線にくっつかないように、この部分またね、まあ、こっちなんだね、ここだったね、くっつかないように書いてあげてください。こんな感じで、これともう一言、境界線を、今回はイコールが入ってないので含みません。だから含まない。いいね、この図とこの一言がセットで丸となります。ではじゃんじゃんいきましょう。で、次は Y 小なりイコール3ですね。で、一応今回ね取り上げてるんですが、すごく簡単です。たまにね、あのこの形が出てくると、うんって止まってしまう子が出てくるので、一応やっとこうと思って。で、これもまず普通にイコールだと思って Y イコール3の直線書きます。で、Y イコール3っていうのは、これすげえ曲がってない、 Y が3のところの真横の線でしょ、こういう、これが Y イコール3ね。で、真横になってれば大丈夫です、これに関しては。で、それがこっち向き、口が閉じてるので Y が3より小さい、これも下とかよりも Y が3以下なので、 Y が3より小さいとこ全部でしょ。だからで、イコール入ってるから、あれね、境界線もぶつけてください。この部分が答えになると。で、境界線を含むと、いいかな、これで OK となります。で、ラストなんですが、ラストは今度 X の方だね。で、まず書いちゃうか、曲がるかな、ちょっと待ってね、まあ、まあまあですね。で、今回まずよいしょ、X イコールマイナス1だと思ってまず直線書きます。で、これは X がマイナス1のところの縦の直線です。あ、ちょっと曲がった、ごめん、ちょっと書き直すね。ここがマイナス1と。で、上とか下がわからないんですけど、結局はさっきと同じで X がマイナス1より大きいって意味でしょ、大なりだから。だからマイナス1より大きいのは右じゃんか、だから右に行くと。で、イコールが入ってないから境界線にぶつからないように、よし、まあこんな感じで、一言ね、境界線を含まないと、これで OK となります。多分ちょっとあれかな、動画の画面だと位置が見にくいかもね、ちゃんと書こう、マイナス1ですね、いいかな。まずこれが直線の領域、ね、不等式の領域となります。では今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はさっきもね、ちょっと途中で話しましたけど、次回円の領域をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。